1977年の南海ホークスでは、1977年の南海ホークスにおける動向をまとめる。このシーズンの南海ホークスは、野村和也選手兼任監督の8年目のシーズンである。就任8年目の野村監督は、優勝を狙うべく、1973年のリーグ、優勝時のパイレーツ型モデルを廃止し、アスレチックス型モデルを V ネックから丸首に、 また新たに赤ラインを施した、マイナーチェンジしたモデルを採用。こうして臨んだ前期は、半球と首位を争うなど好調で、2位で終了。後期は8月まで、B クラス生活に甘んじ、終盤をやげるも時すでに遅くロッテの優勝を、許して3位に終わった。投手陣はそれまでの守護神だった、佐藤道郎が先発に転校し、広島から遺跡の近所を期待が、 先発入りし、山内真一とローテーションを形成するなど好調で、チーム防御率3.15はリーグ1位。一方の打撃陣は、野村の衰えがあり108本塁打は、リーグ5位で、盗塁数が78個で、リーグ最小に終わった。巨人の優勝が決定した5日後の9月28日に、野村監督が愛人の伊藤幸世による現場介入を理由に解任が発表され、 二試合だけ、穴吹き吉尾二軍監督が監督代行した。野村監督の解任を受け、広瀬義則が現役を引退して、来シーズンからの監督に就任。広瀬新監督のもと、ユニフォームの一新が図られ、翌年から肩のラインが復活したが一方で明るい、緑はそのまま継続使用された。シーズン終了後、抑え天候の江夏豊は、 広島に無償トレードで一塁種の柏原純一は日本ハムへ交換トレードで移籍。優勝はプレーオフで決定。2位以下はプレーオフの結果に関係なく勝率順で決定。ありがとうございます。